ヤッホー、嫁です。どうしたの？見てこれ。どうしたの？これ見て。マーチュリーです。お菓子食べる？お菓子食べる？おいしい。ギリ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 。はい、じゃあここ座ってください。まつりちゃんも YouTuber なので食べる人、はい、ちょっとまーちゃんにお菓子をあげながら、ママいらない。こう動画を撮ってない期間中に花が熱を出して本当に寝込んでたの、ね、寝込むとかってほぼないんだけど、そう本当に辛くてもうずっと寝たきりみたいな。でなんかその時にちょうど会見ぐらい、試合の会見、対戦相手と対戦相手との会見ぐらいの時期で、まあ、あっちほゆうたくんもピリピリしてたと思う、旦那もピリピリしてたと思うんだけど、普段熱とか出さないし体調が悪いっていうのが本当胃腸炎になるぐらいで、胃腸炎ってさ薬をその胃のね薬を飲むとスッてこう痛みとかがなくなったりとかするから意外と動けたりするのよ。だから全然、ね、本当に寝込むっていうことが ないんだけど、その初だよ、初ぐらいもう動けないみたいな時に、なんか帰、まあ、保育園とか送ってくれたりしたんだけど、なんか結局洗濯物とかは言わないとできないじゃん男の人って。でもさ言わないでもやってよみたいな感じの、その日に関してはね。もうこんなさ、しかもサラリーマンじゃないからさ、うん、ありがとう、サラリーマンじゃないからさ家にいるわけじゃんほとんど、だからさもう何をするかとか分かるでしょみたいな、言わなくても分かるじゃんみたいな感じだったので、まあ花も悪いんだけど、なんかそのもっと優しくね、うん、言えばよかったなとか思ったんだけど、なんか出かけてて帰ってきた時になんかをこう本当マジ辛いみたいなことをなんか言ったら、なんかこう言葉に返されたと言葉がすごく嫌な言葉 でまずそもそも寝込んでんのに大丈夫とかも言われなくて、でなんか息子は息子でママ今日ちょっと体調悪いからとかって言ったら、ちゅうまちゃんそこ言ったらマスクしたりとかしてなんか悲しかったわけよ自分のメンタル的にも。だからなんか自分が熱出た時マジ同じことするからって言い返したのね。そしたらゆうたくんにこう寝込んでる花にだよ、ゆうたくんが絶対離婚してやっからって叫んだんだよねパパね。で叫んでさ、それでもうその言葉に対してブチ切れてこっちも、で熱出てんのにさあもう立ちそれまで立ち上がれなかったのにだよ、ずっとトイレ以外寝込んでたのに、その言われた瞬間に立ち上がって、でなんか知らないけど多分切れてアドレナリンが出てるのか分かんないけど汗だくになりながらもう超言い合いしたのね。でそしたら熱が下がったっていうね。汗かくって大事なのよまーちゃん、わかりますか？え？何？忘れが今日テンション高いね。そういうことがあって、でもまあ結局なんかもう辛いんだよみたいな、おむつ替えるのも辛いぐらいだったの。もう別にそれがママ何まーちゃんのおむつが嫌だ、変えたくないとかめんどくさいとかそういうことじゃなくて、もうほんとその行為自体が無理、立ち上がるのが無理みたいな感じだったから、うん、そうやって体調悪い時に、それでね、もうすぐ離婚する、もう離婚本当にするんだったらするでいいけど、しないんだったら離婚言わないでって言ったのね。まあ、それでまあまた話し合いをして解決はしたんですけど、なんでうちってこんな夫婦喧嘩多いんだろうって思った。ね。
なるべくさ、子供がいない時間にしようねって話をして、しようねって言うの。ねえ、ここにつけたらさ、バッチッチになっちゃわないですか？ねえ、まーちゃん、髪の毛のゴムは？うん。ないの？保育園忘れた？先生は？あるね。ある？あるの？わかんない。もうずっと、まーちゃん、最近まーちゃん語をすごく喋るようになって。何を言ってるかわからない時が多いですが、可愛いので何でも OK です。そう、うちさ、喧嘩がちょっと多すぎるって思って、なんでこんな喧嘩するのかなって思ったら、なんか花、最近気づいたのが、花ってゆうたくんのことに対して興味がありすぎるっていうか、なんか人とかに本当に怒るまでが長いの、友達とかにね。で、花は友達とかとに怒るともうすぐに、なんて言うんだろう、怒った時が最後なのね、母の友達に。まあすごい仲いい子とか別としても、なんか例えば、まあさ、そんな、なんて言うの、仲いいんだけど、その何、すごい仲いいって、女子あるあるのわからないけど、仲いいにも順位っていうか、順位って言ったらランクみたいなのあるじゃん。で、その近ければ近いほど、人っていうのはその人に対して怒りとかそういうのが生まれると思うんだけど、もうほんとそんなに、なんていうの、1ヶ月に1回遊ぶぐらいのレベルの子に対してそんな怒ったりとかないんだけど、さほどのことをされない限り。でもそういう、なんていうの、ゆうたくんはさ、旦那じゃん、で一緒に暮らしてるじゃん。で、まあちょっと変わった職業だしとかっていうのもあるからか、すごく興味がありすぎちゃって、ゆうたくんに対して何でもかんでも、なんで、なんでみたいになっちゃうの、ね、それがうざいのかなって思って、最近。だからなんか結局いいように言えば好きすぎ、旦那のことをね。ママってパパのこと好きすぎだと思わない？まーちゃんどう思う？思う？パパ、うん、パパがね。そう、だからちょっと何、いい感じの好きを保ちたいよねっていう、好きすぎてこうなってしまってるのかなっていうね。うん、うん、でまーちゃんのが好きよ、まーちゃんが一番いいよ。だからそういうなんか JK の恋みたいな、夏って感じ、一生ひと夏の恋みたいなしてる。あー、どうしたのこれ、まーちゃんが怪我してる、うん、どうしたんだろう、でもさ、旦那のことをさ、マジ好きじゃないみたいなこと言ってる奥さんいるじゃん、別にみたいな、もうマジ別にあんま興味ないみたいな言ってる人いるじゃん、本当にって思っちゃう。もうさ、興味ありすぎてさ、今何してるかとかさ、そういうのさ、なんていうの、まあうちは結構どっちも報告しないと出かけないタイプだから、あっちも今日は接骨院に行ってその後練習だよとか、今日はなんとかのなんか人と会ってとかっていう風に言うし、花も今日は誰々とどこどこでランチするとか飲むとかっていうのをやめてください、必ず言うから。まーちゃん近くない、近くない、こっち側に来ないと。じゃあママと一緒にお家にしようよ、はい、言うから、その心配とかそういうのないんだけど、まあさすがにね、風俗行ってきますとか言わないよ。おお、言わない、後ろまで汚い、言わないんだけど、そうっていう、もうワンちゃんといたら何言ってるか分かんなくなっちゃう。まあ、とにかく喧嘩を減らしたいんだよ花は。今はもう試合前だからさすがに喧嘩はしてないんだけど、それが最後かな、記者会見の日ぐらいまで。そしたらさ、あ、そうそう、あとさ、もう一個さ、記者会見の日にさ、ゆうたくんが着てた服あるじゃん、最高って書いてる、最高ファイトにかけてみたいな感じの服、あれをなぜか花も着てねって言ってお揃いでもらったので、最近花のパジャマになってますっていう、どうでもいい話。じゃあ、あとさ、もう一個話したいネタあったんだけど、もう10分近く撮っちゃったから、それはちょっと次の動画のネタに回します。こんなやついるっていう愚痴になっちゃうけど、それを次は撮りたいと思います。バイバーイ、あ、バイバイって映りたいね、はい、バイバイして。
バイバイ。バイバイ。あ、マジアップップしてよ。アップップ。